はい、こんにちは。カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。前回、クエストやってたんですけど、その前に白王さんのね、イベントやってましたね。どっからでもいいんだけど、ドルアーム、アズラン、ジュレットどっか行けばいいんですけどね。自分は、アズランから行ったんで、次ドルアームかな。だからアズラン攻略して、そのカミハルーミもエルトナ大陸なんだけど、そこのクエストが発生したんで、そこと、フルコさんにニコちゃんの、なんだっけ、印象だっけ、あれをもらったみたいなイベントやりましたけど。はい、ということで今回は、ドアチャッカーのドルアームか。3人だと思うんですけど、あれも戦うんかな？あれ戦、どうなんだろうな。これはボッコ様、ようこそ砂漠の楽園ドルアームへ。どうぞゆっくりと言いたいところですが、近頃見ての通り悪天候で皆不安な日々を過ごしております。一体どうしたというのかしら。そういえば国王様がボッコ様を探しているようですので、ドルアーム水晶球の玉座の前行っていただけますか。あちらにある旅の扉から水晶球の玉座の前まで行くことができますのでご利用くださいね。一気に行けたっけ、そんなの。うわ、すげえ。なんだ今、なんかさ、今光ったじゃん。あれ光ったはいいんだけど、光った。エレキギターだ。こんないけたっけ前。なんか後ろで光っててすごい、ネオンが立派な街だったっけとか思ったけど、そんなことなかったよ確かね。パラディンじゃないよね。ドルアーム王国の英雄ボッコ殿、あなたがいらしてくださるとは、これぞ天の助け。さあ中へお入りください。詳しいことは国王様がお話があるでしょう。ウラード国王だっけ。違うな、なんかそうなんだよな。おお、我がドルアームの恩人よ、よくぞ参った。うん、見慣れぬ顔があるな。そちらの女性は。ユーライザと申します。こちらにいらっしゃる勇者の盟友にして、アストルティア一の大英雄にお仕えしております。そうか、血統を持ち上げすぎな気もするが、確かにその通りじゃの。本題に入ろう。このドルアーム、いやドアチャッカ大陸全土に大きな危機が迫っておるのじゃ。近頃ドアチャッカ大陸の中央に位置するカルサドラ火山の活動が急激に活発化しているのです。我が王立研究員が保有している火山の観測データと比べてみても異常としか言いようがありません。私が計算したところ、近いうちにカルサドラ火山は歴史上類を見ないほどの大噴火を起こす。この大噴火が起こってしまえば、ドアチャッカ大陸全土が火の海と化し、被害は甚大なものとなるでしょう。この異常事態に対し対策を練るため、カルサドラ火山に急遽調査隊を派遣しました。しかし、火口付近に派遣した調査隊が何日経っても帰ってこないんだ。彼らの身に何かあったに違いないよ。これはおそらく悪人と化した英雄の仕業です。急ぎカルサドラ火山に向かい、悪人の手がかりを探しましょう。おお、カルサドラ火山に赴き事態の解決に協力してくれるというのか。ありがたい。待って、それなら私も同行するわ。チリ王女、何をおっしゃるのです。ドゥラ院長、王女はやめてと言ってるでしょ。カルサドラ火山の異変を突き止め、対策を練るためには王立研究員の者が同行する必要があるわ。それにいつもいつもあなたには助けてもらってばかりだもの。私だって力になりたいよ。それならば私が同行いたします。あまりにも危険すぎる。
そうだよ、チリ。君にもしものことがあったら。危険があるからこそ、研究員の指揮を取れるドゥラ院長や王の後継者たるラミザ王子を現場には行かせられない。私なら他の研究員と違って彼女とはよく知った仲だし、調査もスムーズにできると思うわ。そこまで言うのであれば、チリよ、事態の解決のため彼らに同行することを命じよう。よろしく頼んだぞ。ありがとうございます、国王様。そういうわけで私も同行するからよろしく。一緒にカルサドラ火山の火口付近へ調査に向かいましょう。ラニアッカ断層帯にある斧の祭壇から火口付近に行けるわ。何が起こるかわからないから気をつけていきましょうね。ドワーフ、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 天使、すごいな。さて、チリさんの手にあれあったね、天3つあったね。入り口前か、どこだ。カルサドラ火山って、まあそうなんだけど、結構遠いよな。いつ何時イベントが起こるかわからないんで、とりあえずは、まあ、ここだね。バシコでも飛べないからね。前行ったばっかりだから、そうね、行ったばっかりだよね。レベル122クエストやるついででもいいのかな、もしやるんだったらね。で、まあ、ここのイベントと、122クエストが、同じ場所だってのはね、やってみないとわからないんで。え、合ってる？え？合ってるよね。第三層火山付近。あと、斧の祭壇に行けってことか。待って、斧の祭壇から。あー、なるほど。じゃあちょっと時間かかんで、ちょっとカットしますね。そういうことか。はい、ここね。何あった断層帯、まあ、右下にアグラニの街あるんで、まあ、そこは近いんだけど、ここで、ね、ここから、ね、ここからそういえば行けるもんね。違うルートっていうか、そんなあったよね。ん？どこ？こうか。あ、結構近いね。なんか珍しいの落っこってんだっけ？ああ、こんなもんか。お、何やらまがまがしい気配を感じる。この先に悪人が潜んでいるようだ。マジか、いきなりか。この荒廃した様子は一体、町が破壊され砂と溶岩の中に沈んでしまっている。空間全体に広がる激しい怒りの感情、これは大地の三頭士のものでしょうか。息が集まりそうなほどです。この先から彼らの気配を感じます。気をつけて進みましょう。彼ら、おお、またあったあったあった、なんかあった。滅亡の砂漠。いや、ちょっと待ってや、これはベビーサラマンダーだな。絶対なんか起こってる。スライムブレス。新モンスターはなるべく戦っていこうかなと思うんだけど、あ、なんだっけこれ。岩のり童子。こないだっけ？岩のり童子だったっけ？あ、でもなんか。
岩に乗ってるっていう意味で、岩のりとか言うと、なんか岩のりラーメンとか思い出したらもう病気だよね。絶対病気だよね。岩のりラーメン。ここに行くのか。なんかしら、まあ。ああ、でも、まあ、ゴミだな。ドアジャッカ大陸を火の海に、我ら三刀士の過ちを正すべし。我が対岸の邪魔はさせぬぞ。ここから立ち去れ。道を塞がれてしまったわ。これはちょっとやそっとじゃ突破できそうにないわね。ここは私にお任せください。私の一撃で破壊できないとは。どうやら大地の三刀士の強い思いが我々を拒絶しているようですね。このままでは先に進むことができない。あれが伝説の三刀士様。三刀士様がこの大陸を滅ぼそうとしているというの。ねえ、聞こえる？来てくれたんだね。ありがとう。僕きっとあなたが助けに来てくれるって信じてた。ここは悪人となった僕らが作り出したドアチャッカ大陸を滅ぼしたいという歪んだ欲望が具現化した世界。呪いで魂を汚され悪人となってしまったけど、わずかに残った正気の部分を切り離して届けることができてよかった。君は僕のドルワームの血を引く子だね。こんなところで子孫に会えるなんて嬉しいな。もしかして古代ドルワーム王国の礎を築いたという伝説の王ドルタム様なの？私のご先祖様。お願い、アクロニア鉱山にいる山上イプチャル様のところへ行って。イプチャル様ならきっと僕たちを止める方法をご存知のはず。呪いが僕たちの全てを飲み込む前に、僕らが大陸を焼き尽くしてしまう前に、僕らを兄ちゃんたちを助けて。山上イプチャル、アクロニア鉱山におわすという土地神様のことね。ここにいても仕方がありません。ドルタムの言に従いイプチャル神に会いに行くことにしましょう。うん、山上イプチャル様はアクロニア鉱山の一番奥にある戒めの地にいらっしゃると文献で読んだことがある。アクロニア鉱山はラニアッカ断層帯からもアグラニの町からも行くことができるわ。急いで向かいましょう。こっから先はじゃあ、あ、まあ、まあ一つ区切り区切りだね。まじ、そうだね。まあなんか奥になんかあるってことはまあいけるんでしょうけど、そのうちね。ってことは、一応ルーラストーンには登録したけど、まあアグラニの石はまあドワーフなんであるんで、あの神からくりっていうね、素晴らしいものが。ありますんで、まあどっちからでもいけるけどね。
やでも便利だよね。あ、また戒めの地の前とあった今。一気にそんなとこ行けんの？え、ちょっと待って待って。あれ？ちょっと待って待って。なんだよ、せっかくあったのに。今あったよね、戒めの地って。びっくりしたんだけど。一気に行けるってことじゃん。そんなところには旅の扉がないっていうね。ってことはまた入り口に戻って行けばいいんだけど。カットしなくて済むかも。あの長いところを、おお素晴らしい。ここ来なくちゃいけないと思ったんで。待てい、この先に進んではならん。ここは山神イプチャル様がおわす戒めの地。許可なき者を通すわけにはいかん。早々に立ち去るがいい。突然の来訪失礼しました。私はドルワーム王立研究院の職員チリと申します。ドルワーム国王ウラードの命を受け、この戒めの地へ詳細にやってきました。どうか中に入れていただけないでしょうか。ダメだダメだ、誰であろうと通してはならぬときつく言われているのだ。諦めて帰るがいい。この神聖なる場を守らねばならぬというあなたの職務の情熱には敬服いたします。ですが私たちにも譲れないものがあるのです。イプチャル様のお力を借りなければドアチャッカ大陸は滅んでしまう。すでに一刻を争う状態なんです。私たちは命に代えてもこの大陸を救わなければならないのです。お願いします、ここを通してください。うおーん、俺は感動した、感動したぞ。なんという立派な心意気だ。若いのに偉いぞ、ジョーちゃん。俺はあんたのその心意気に惚れた。特別にここを通してやろう。いいんか、それで。王様の命令で通さないっせんのに。ありがとうございます、門番さん。ふふ、分かってもらえてよかった。それじゃ中に入りましょう。ほんとに、まあ、ドワーフっぽいよな。はい、今先生足を踏み入れた。我が名は山神イプチャル。アクロニア鉱山に恵みを与え、この地のドワーフを見守りし者なり。カルサドラ火山に宿りし邪悪な力がドアチャッカ大陸を滅びに導こうとしているのを感じる。私たちはそれを食い止めるため回りました。イプチャル様、ドアチャッカ大陸を滅びから救う知恵をお貸しください。しかしその前に、そなたたちにカルサドラ火山に救う悪人三頭士たちについて語る必要がある。彼らの栄光の果てに何が起こったのかを。魔物たちがはびこるドアチャッカ大陸の橋、このアグラニの地より旅立ちし三人の若者は大地を切り開き、民を太陽のもとに連れ出した。先行の王、神殿の土、剣鉄の盾と呼ばれた若者はドアチャッカ大陸に三つの大集落を築き、ドワーフたちに幸福と安寧の時代が訪れる。先行カブは人々に言った。前進せよ、我らが大地を切り開いたようにそなたらが望めばこの世にかなわぬことはない。彼らの民はそれに従った。持ち前の探求心で発展を遂げ、輝かしい時代を築いている。だが過ぎたる力は破滅を招いた。急激な発展により富と力を手にしたドワーフたちは自らの欲望を抑えられなくなった。欲に我を忘れ、他人から奪い蹴落とし、集落同士で争うようになった。すでに年老いてしまった三頭士に民を止める力はなく、争いは
苛烈の一途をたどるばかり。ある日のこと、数十年ぶりに先行カブがこの地を訪れた。ここんとこ若い奴らは争ってばかりだ。どっちが上だの下だのくだらねえ。俺はもうほとほと嫌になっちまった。俺がみんなを穴蔵から連れ出さなければドワーフ同士で争うこともなかっただろうな。俺の本当の兄弟は穴蔵の中で食べ物がなくて飢えて死んだんだ。誰一人助けてくれるやつはいなかった。みんな穴蔵の外に出るのが怖くて、まだ小さかった弟と妹を見殺しにしたんだ。俺は奴らのことが許せなかった。俺はそんな奴らを見返したくて、奴らと俺は違うって証明したくて穴蔵の外へ飛び出した。自分を信じて突き進めばみんなが幸せに生きられるって信じてた。それなのに俺はいつの間にかドワーフ同士で争い合う地獄を作っちまったみたいだ。なあイプチャルよ、俺たちのしたことは間違っていたのか。俺のせいでみんな。三頭氏がこの世を去った後、三つの大集落はガテリア、ウルベア、ドルワームと名を変えた。そしてガテリアとウルベアの大戦争で多くのドワーフが殺し合い死に絶えた。三頭氏はドワーフの欲望と争いの歴史に絶望し、カルサドラ火山の炎で全てを焼き尽くし、民を原始の暮らしに戻そうとしているのだ。悪人となった三頭氏をこのまま野放しにするわけにはいきません。山上イプチャルよ、何か手はありませんか。彼らの心の闇を払うには絶望を凌駕するほどの希望が必要となる。かつてドワーフたちに希望をもたらした三頭氏の武器と同等の力を持つ神器があれば、三頭氏の絶望を砕くことができるかもしれぬ。ドワチャッカ大陸の未来のためこの鉱石を託す。我の力を宿した鉱石を使えば希望をもたらす神器を作ることができよう。神器を作るにはウルベア帝国に伝わる原初の炎、ガテリア公国に伝わる秘伝の術、そしてドルワーム王国に伝わる創造の炉が必要となる。三つの力を合わせドワチャッカ大陸を救うのだ。手がかりが見つかったのはいいけれど、ウルベア帝国とガテリア公国は大昔に滅んでしまった国よ。原初の炎も秘伝の術もこの世に存在しない。それにドルワームでも創造の炉なんて聞いたことないわ。一体どうしたら。あ、可能性は低いけどガテリアに関しては一つだけ心当たりがある。私は秘伝の術を当たってみるわ。
あなたはウルベアの原初の炎について調べてくれないかしら。無茶を言って悪いんだけど、お互い調査が終わったらドルワーム水晶宮の玉座の間で集合しましょう。創造の炉のことはそこで相談させて。うん。大昔に滅んでしまった国の宝を探すとは随分な難題ですね。あなた以外にはまず不可能でしょう。当時のウルベアの王族なら原初の炎について何か知っているはず。あなたには心当たりがあるのではないですか。今こそあなたの持つ時渡りの力を使い、3000年前の古代ウルベア帝国へ不可能を可能にしてみせてください。ですよね。はい、ということで、まあ今回ここで終わろう。じゃ、次回はちょっとね、エティネルキューブだろうね。よし。じゃあ今回ここで終わらせていただきまして、まあそうだね、まあやっぱりその自分が救ったはずなんだけど、救った者同士が争った原因も自分が作ってしまったっていうところに、まあ10円かあれが、なんだろうね、まあ取り付いたっていうかね、そんななってしまったんかなっていう話ですけどね。だからね、その悪い自分の負の心を増大させてしまってるっていうのが悪人の、まあ、正体だったみたいな感じになってますよね。あの白鸚の時もそうだけど、多分そうじゃないかなと思うんですけどね。はい、ということで、まあ、次回からね、あのこうやってあのドルワームのね、まあ、あのドワーフたちのお話の、まあ、続きやっていきますので、よろしくお願いいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。